ープを使う季節になると増えてくる火災。人々の命を守る消防活動に休みはありません。その消防の活動の中で消防署と協力しながら活躍している人々がいるのを知っていますか？今回は地域に密着し市民の命を守る札幌市消防団をご紹介します。消防団とは普段さまざまな職業に就いている人たちが地域で火災や自然災害などが起こった時に消防署と協力して活動する消防機関です。近年北海道でも大きな地震が発生するなど消防団の役割が重要視されています。大規模な災害が発生した際などには消防署の力だけでは災害に対応することができなくなることがあります。その時に動員力のある消防団の力が必要となります。災害はいつ何時起こるかわからない。それはコロナウイルスが猛威を振るっている中でも変わりありません。いざという時、命を助けるためには役割分担や機械の操作など日頃の訓練が欠かせないのです。この日は救助と消火両方の訓練が行われました。まず要救者の方をいち早く、安全な場所に担架搬送をするというのがまずポイントになりますね。でその後目標を定めて、火点に放水するというのが2つ目のポイントになろうかと思います。防災の要となっている消防団、現在札幌市内では72分団およそ1700人が活動しています。火災発生時の消火活動だけでなく水害の時被害を抑える水防活動、救護救命活動、山岳遭難が発生した時の救助活動など多岐にわたっています。最近は学生の消防団員も増えていて、中には消防団員の経験を生かして消防職員になる若者もいるんです。やはり近年その自然災害のニュースをテレビですごい見ていて、自分も力になりたいと思ったのがきっかけでした。消防団の活動というものは住民の方の支えであったり協力がなければ円滑に進まないということがすごく分かったので、皆さんと一緒に防災力を上げていくことが大事だというふうに思いました。札幌市で働くということもあって札幌市の街のことを一番に考えて業務に当たれる、そんな消防士になりたいです。消防団は1年を通して募集をしております。札幌市にお住まいの方、または通勤通学をされている方で18歳以上の方であればどなたでもご応募いただけます。まずは、お近くの消防署へご連絡いただくか札幌市の公式ホームページからお問い合わせください。いざという時のために今市民の力が求められています。